達とクリスマスプレゼント交換をするんですけど、はい、みんなね、もうリミちゃんの学年は隅っこブームですね、今ね。リミちゃんはそこまで大好きじゃないんだけど、あ、そう、もうアナ雪か隅っこブームで、一応ね500円なんですけど、選ぼうか、まあ、目安500円です。まあ、500円ぐらいだから、まあ、ちょっと前後してもいいかなっていう。どれにする？じゃあ選びましょう、ゆっくり。かわいいね。スタンプはいらないよね。スタンプはね、もう780円だから無理。こっちもね、1個で終わっちゃうもんね。ほら、ほとんどみんな持ってる。そうね、やっぱ鉛筆はやっぱ持ってる確率は高いかもしれないね。あんたはひらひらが持ってる人だよ。どうしますか？かわいい。とんかつ。とんかつじゃない、エビフライ。あ、エビフライか。そっかそっか。見て、しょっぱちゃん。2年生はまだね、鉛筆だからね。見てこれ。かわいい。本当はチョコレート恐竜なんだって。そうなの？すごいね、何でも隅っこ暮らしってあるんだね。水筒とか、でもこういうの買えないけど。買えない、水筒、ほら可愛くない？可愛い。これ喜ぶかな。可愛い。もうね、2200円。可愛くないの？可愛い、あ、可愛い。おやすみライト、可愛い。と、6800円。見て見て、6800円だった。こうやって、ここのライトが光るんだね。そう、で、それをかぶせるのか。ると、かわいい。今ね、トイストーリー見に行った後にアナ雪のグッズ見てきた。トイストーリーはエイジに返して、もうアナ雪はオラフがかわいすぎて。こんにちは。オラフ、オラフかわいいよね、アナ雪はね。オラフって可愛いんだよ。可愛いオラフ。ねえ、知ってる？オラフってこんな口癖なんだよ。そうなの？ねえ、知ってる？ねえ、知ってた？知ってた。でも映画見てきてわかる。どうです？隅っこ暮らしって詳しくないんで、ちょっとわかんない。メモ帳とかは？メモ帳にする？そうだね。これにはい、こんな感じでね。寝てるのと、寝てるのと、かわいい。寝てるのと、あー、落とした。桃、はい、オッケーでーす。じゃあ、買いに行きたいと思います。プーさんじゃなくなってるけど。はい、今日は学校のお友達とクリスマスプレゼント交換。まあ、ちょっと遊んだりするんだけど、でもちょっとリミちゃんね、あのお出かけしなきゃいけないので、ちょっとしか参加できないんだけど、プレゼント交換しに行きます。はい。何？まだこれを見せたいの？見て。ここにタッチペンついて。使うの？タッチペン使ってるよ。開けてみよう。これ、こんな感じ。
まあちょっと見ちゃったんだけどね。ね。じゃあちょっと。すごいいっぱい来てたね。ね。あれは2年生と3年生だよね。小学2年生と3年生。一つ目。食いいじゃん。桃かな、懐かしいね。ね。これ、いつも買ったね。買った。うん、次。うん。みちゃん。これは手作りだよね。手作り。カチューシャだ。すごい。じゃあ開けてみよう。おお。すごいね。セロハンテープ。うん。マスキングテープでしょ。あ、セロハンテープ。どう？おペパリジョイナス。なんで急にジョイナス？チャンネルつないでと。どう？あ、すごい。え、これ作ったやつ？これは買ったやつか。これ買ったやつだね。そうなの？え、これ作ったの？作ったんじゃない。本当？これ買ったよ。でも自分で、なんかわかんないね。あ、かわいい。あ、似合う似合う。いいじゃん、キラキラ。あんまカメラだと見えない気がする。嘘。見えないカメラ。こんな。こっち向いて。感じ、キラキラしてる、かわいい。リム前髪が長いね。ちょっと前髪切んなきゃな。多分あの包装を自分で手作りでやってくれたんです。かわいい袋に入れてくれて、あのそのサンタのマスキングテープとかをつけてくれたんじゃないね。次、じゃあこれあの手作りがあったよね。手作りだす。うん。次、イヤリング。すごい、開けてみよう。これは手作りっぽいよね。うん。1年生の時に同じクラスで仲良し、今仲良く遊んでたお友達がいてね、うん、あの引っ越しちゃったんだよね、うん、2年生になると同時に。うん、でそのお友達もこっちに帰ってくるっていう連絡があって、うん、でみんなでじゃあクリスマスこあのプレゼント交換しようってなったんだよね。うん、最高だったよ。でたまたまそのね引っ越しちゃったお友達のが当たったんだよね。でね、じゃじゃーん、じゃじゃーん、どう？あ、すごい、見せて。おー、かわいい。え、めっちゃかわいくない？これしーちゃん絶対欲しがりそう。ね、しーちゃんこれ欲しい？欲しい。ほら、絶対欲しい。これ手作りだよ。すごくない？手作りだよ。ちょっとじゃあリミちゃんの好きなさ、ちょうど青だからリミちょっとしてみよっか。お、いいじゃん。かわいい。ちょっとこう向いて。あ、向きすぎ向きすぎ。そう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 、反対側も。あ、いいじゃん、似合うよ。かわいい。かわいいよ。はい、じゃあ次。次。うん。ゴム。あ、ゴム。かわいい。開けてみましょう。ポンポンゴム。ポン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 。じゃじゃん。あ、かわいい。見て。もうなんかさ、全部リミの好きな色じゃない？うん。すごい、よかったね。よかった。冬はかわいい。それで髪の毛結んでもかわいいと思う。学校にチャレンジ一本に結んでいけたらいいじゃん、今の時期。そういうポンポンつけてる子いるでしょ。いる。学校にも。それはつけてよかったよね、確かに。うん。できた？お、後ろ見て。あ、できてる、できてる。ちょっとぐちゃぐちゃだけど。いいじゃん、かわいいよ。じゃ、今度学校にしていく？うん。髪が、おお、なんか飛んだけど。どうだった？楽しかった？あの日。うん、楽しかった。ね。最初は馴染めなかったけど。そうね。あの普段ね遊ばないお友達もいたからね。うん、あのお姉ちゃんの方の友達とかね。
あのね、うん、高い木ね、その時初めてね、一人で登れた、うん、ああ、そうそう、はい、じゃあ、りみちゃんもねちょっとゆるくしたら痛くなくなると思うから、それ、おしゃれしたい時に使いましょう。はーい、それでは、バイバーイ。バイバーイ。グミ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 ペア、サンディーなおやつだ。